ロンガーデン・ハイヤーは、西ドイツヘッセン州出身の元プロ野球選手。野球指導者、ウト・リョーダ。愛称は、ガーディ。2002年から2014年まで、ミネソタツインズの監督を務め、2017年シーズンは、アリゾナダイヤモンドバックスで、ベンチコーチを務めた。2018年から2020年途中まで、デトロイト・タイガースの監督を務めた。 息子のトビーガーデンハイヤーは、かつてツインズ参加でプレーしていた。西ドイツの米軍基地で生まれる。その後、米国オクラホマ州へ移り住む。1979年の MLB ドラフト6巡目で、ニューヨークメッツから指名され、プロ入り。1981年9月1日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。シーズン終了後、 声優劇種のフランク・タベラスがトレード移籍し、翌1982年は開幕からタベラスの後釜として141試合に出場。1983年は5月上旬に打率。083の成績でトリプル A 級のタイドウォータータイズへ降格し、9月に再びメジャー昇格を果たし、シーズンを終えた。同年記録したアンダは4月24日の2アンダーのみで、 打率ず、063と低迷。1984年は7月20日にハムストリングを痛め故障者リスト入り。8月9日のピッツバーグパイレーツ戦で復帰を果たしたが、ハムストリングを再び痛め、8月20日から21日間の故障者リスト入り。同年、この2度の故障者リスト入りで74試合の出場にとどまった。デイブ・ジョンソンは、 ラファエル・サンタナを声優劇手として起用し、ガーデン・ハイヤーをその控えとして起用することを1985年開幕前に発表。同年26試合の出場にとどまり、1986年はメジャーでプレーすることなくシーズンを終え、シーズン終了後にミネソタツインズへトレード移籍。1987年はツインズ参加の、AA、a 級ポートランドビーバーズで、 プレイし、現役を引退。1988年から1990年にかけてツインズ参加のマイナー球団の監督を務め、1991年から2001年にかけてツインズのコーチを務めた。2002年からツインズの監督に就任。2010年には最優秀監督賞を受賞。他にも投票で5回辞典となっている。 2014年9月29日、契約を1年残して13シーズンにわたって務めたツインズ監督を退任することが明らかになった。2016年11月18日に2017年シーズンよりアリゾナダイヤモンドバックスのベンチコーチへの就任が発表された。2017年10月20日、デトロイトタイガースと3年契約を結び、 翌2018年シーズンよりタイガースの監督に就任することが発表された。2020年9月19日に健康上の理由からタイガースの監督を辞任した。ありがとうございます。